よろしくお願いします。お願いします。今日まさに新型コロナウイルスということで、皆さん困ってる部分っていうのはたくさんあると思うんですけど、まずそれをちょっと共有したいんだけど、どういうふうに工夫してるかも含めて、松岡君どうですか？いや、僕はその飲食業っていうかね、その、うん、もちろんその居酒屋とラーメン屋さんなんかものすごい大打撃受けてて、去年の3月の進捗からいくと、うん、60% 落ちぐらいしちゃってるんですね。でやっぱりこのシーズンというのはその1年の中でもかなりこう売り上げが高いシーズンではあったんですけどね、売り上げが上がらないとか、どうやってもこう僕ら待つ仕事なんで、もうね、お客さんが入ってこないっていうのはもう現状としてはかなり痛いところではあるんですよね。でまあそういう中では、あの無理やりね来てっていうのはちょっとやっぱり違うなとは思ってて、また良くなったら戻ってきてよとかいうこととかいうこともありますし、まあ今構想として考えているのはこうやっぱり外食の飲食のプロとしてですね、季節ものの旬のものとかね、僕らの情報ではないかもしれないですけど、地域の情報として発信しながら、うん、まあプロとしたらこんな料理作るかなとか、うん、いうことをちょっと提案してね、ご家庭でも作ってみてたらどうですかみたいなこととかっていうのは、うん、こう疑似ロブソン体験じゃないですけど、うん、まあそういうこととかね、うん、発信できれば、またその僕らのイメージっていうかね、うん、その存在感というか、うん、いうことも出せるかなっていうことは、僕はお弁当屋さんと居酒屋さんとラーメン屋さんやってるんですけど、これ売ってるものってコンテンツであって、うん、僕らのミッションっていうのはやっぱりこう清水の楽しさを発信しようとか、うん、清水っていうのはこういういいところ、いい場所があるんだとか、うん、みんなこういうふうに集まってお酒例えば飲んで語り合えることがいいことなんで、それを支援するチームなんだっていうのが僕らのミッションなんで。片平君のところだってね、従業員さんいらっしゃるし、まあそうですね、お客さんのところにやっぱり行く商売なので、うん、なんかトラブルがあった時とかそういう時も、なので基本的には今はもう極力外出は避けるっていうのと、あのリモートソフトを使ってお客さんのサポートをするような手配をしているのと、やっぱどうしてもやっぱり実は出張がすごく減ってるんですよ。東京の業、まあ、メーカーから来るとかっていうのも本当減っていて、名古屋から来るっていうのも減っているので、なのでじゃあそこもあの実際電話だけだとやっぱりということで、もうテレビ会議を使った商談っていうのがすごく多くなってます。それが非常に多くなっているのと、あとやっぱりまあ実はあのコロナ、まあ、学校が休みになった時はやっぱ子供さんが来ちゃうね、お母さんがいるとどうしても学校に、まあ、会社に来れないということで、まあ、そこはもうテレワーク在宅でいいよって話をして、まあ、それこそそこもリモートでつないで極力、まあ、やり取りをするっていうのは、まあ、やってはいますけどね。なるほどね、うん、なんか直接的な、実際うちはあんまり直接ね、被害あんまりないんですけど、やっぱお客さんの業績が悪くと気持ちが下向くと設備投資をしなくなるんですよ。システムの入れ替えとかパソコンの入れ替えとかっていうのも極力しなくなるので、そこをなんとかするために今は実はうちも全然関係ないかもしれないですけど、そのお客さんのいろんな機械をこう除菌するタブレットを逆に売ってあげたりとか、スプレーを販売したりして、まあ、うちには関係ないけどお客さんのためになるような仕事を極力のお客さんの提供にはするようにしてますけど、みんな順応してる、まあ、あのそういう意味ではチャレンジですね。あの今までやっぱ行けばできたことが基本的にできなくなっちゃったので、新しいことにもうそれも新しいことなんで、もし例えばコロナが収束してもそれがまた会社のね経費の削減にもなるし、サポートで、ね、リモートでサポートができれば、だからそれももう前向きに考えようって言ってみんなにも説明をして、もうどんどんやってもらってるので、すごく良くなってると思います、気持ち的には。牧田君のとこだと今度は観光とか、うん、まさにその外とのつながりみたいなのを作る仕事でしょ、はいはい、そういう面では今回どういう、まあ、印象取り組みしてます？そうですね、コロナで直接本業にはまあ響いては今のところまだないんですけど、うちのナナミハノンというこのキャラクター、ご当地キャラクターにできることって何なのかなってちょっと思ったら、発信力があるのであれば、じゃあちょっと今例えばお弁当あけぼので宅配をやってますとか、そういったものをご当地キャラとして地元のこう、ね、情報っていうのみんな困ってるわけですから、そこ吸い上げて代わりに発信するっていうのをまあやろうかとっていうのと、まあ、ちょっとこのテーマとって違うかもしれないんですけど、こうまあ光触媒をいろんなものに施工できる技術っていうのが、まあ日本にはあると。これ携帯とかにもこう抗菌加工することができて、液
て、みんなが安心なワーキング環境っていうのを、まあ、提供する、まあ、ビジネスっていうのは、まあ、ちょうど、まあ、本当コロナがあったからではなくて、ちょうど、まあ、子供が生まれる前だったので、子供ってやっぱ何でも舐めちゃうじゃないですか。おもちゃとかにも全部施工できるので、それのためにこれをやろうと思って新しく会社を作ったんですよ、実は。あ、今月そう、まあ、布だろうとこういうね、すべての材質に専攻して、しかも1回やるともうすごい、まあ、2ナノと小さい大きさ、まあ、京都大学が証明してくれてるんですけど、分子間結合するので、ほぼほぼほぼもう半永久的にそれが機能するっていう、これはもうぜひやろうと、まあ、基本的にはそもそもね、この新型コロナウイルスがそのこの問題に対処できなければ、まあ、この根本的な原因はね、あの収まらないので、要はもうまずはあのまだ薬ができてない中では、その薬の開発と、とにかく感染拡大の防止というものを、まあ、やるしか今のところないのがね、まず第一の手段だと思うんですけど、皆さんのところでそうやって今その前向きなあの取り組みというか考え方をしていただいたっていうのは本当にありがたいなと思うんですけど、そういう考え方を普及していければなと思うんですけど、それとやっぱね、新しい仕事のやり方っていうのが、あの今年の障害者の新年会で冒頭のその酒井会頭の挨拶で、そのオリンピックパラリンピックでテレワークが進むと、でそうすると私たちが危惧してますと、東京ばかりがそういったそのインターネットの環境がさらに進むと、そうすると働き方のね、そのまあ、多様化になってまた東京と地方の格差が出てくるというので、私たちはこのテレワークが東京で進むと、あのより若い労働者が東京一極集中で地方で困るんじゃないかっていう挨拶をされたのがすごく印象的で、いろんな国会議員の方があの清水に来た時に、あのローカル 5G の普及ということで、あのこれから地方から進めますって話をしてくれて、で今あのテレワークなんかを、まあ、できるとこはやる、まあ、生産現場は無理ですけど、できるとこはテレワークで、じゃあその環境が例えばネットの環境があるとこはいいんですけど、いや家がちょっとこういわゆる中山間地ですとか、ちょっとこう町場から離れてますっていうと、いきなりネットの環境が悪くなったりするので、それがねやっぱり地方にいてもどこでもあの得られる、テレワークをね本当の意味で進めるんであれば、地方要は新幹線通勤してる人でも、東京に勤めてても地元でね、あの家にいながら仕事ができるということを、まあ、これを機にねやっぱり考えてもらって、全国どこでもそういう必要な時にそういう働き方がね、補えるということをね、やっぱ考えるべきだなというふうに思いますし、また新しいビジネス、新しい産業なんかを、ぜひね、あの国が経済対策でそれ本当に地方の隅々まであの声を聞いて、それが対応できるようなようにですね、まあ、今ちょっと聞く立場なんで、あのそんな話を今日聞いたことも含めて、あの、ね、新しいチャンスにどうつなげられるかはちょっと考えていきたいなと思います。立場は違ったりね、仕事が違ってもこうあれだよね、自分と仕事として取り組んで考えて共有してやっていかないと、これ前にどっちにしたって進まないわけですね。まあ頑張りましょう。はい、頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。